ドリームリンク、羽生結弦かけるクランプスペシャル写真集発売決定。今回は本当に漫画家になりました。上州クロスサークル連携、羽生結弦かけるクランプ。多くのアイスファンとアニメファンを熱狂させた夢のコラボレーションが正式発表。フィギュアスケート史上初の東京ドーム単独公演ギフトに新たなギフトが登場。羽生結弦書き下ろしテキストと超人気漫画制作集団クランプの独特な世界観イラストを組み合わせたギフトアイスショー特製オリジナル写真集が発売決定。彼は私を血まみれのアニメの男性主人公のように見せます。CCTV のコメンテーターであるチェーインが言ったように、引き裂く男は常に羽生結弦を呼ぶ別の方法でした。羽生結弦は諦めない精神とアニメのような外見のどちらをとっても、最も二次元のアスリートと言えます。しかし意外にも、今度は本当に漫画の世界に足を踏み入れた。そして数々の漫画家クランプさんとのコラボも、羽生結弦選手はフィギュアスケートを通じて自身のストーリーを解釈したいだけでなく、絵本を使ってスポーツの形を革新したいという思いから、今回のコラボレーションが実現する可能性も考えられるとのことでした。クランプ杯を描く準備ができていました。本講談社より発売されるギフト図鑑の挑戦をクランプは心よく引き受け、今後の制作販売情報は未定。羽生結弦本人とクランプ関係者も公式ツイッターで今回のコラボへの期待と興奮を表しており、羽生結弦はギフトのストーリーを作る時に作ってみました。その過程で見たいというファンタジーもありました。そんなイメージをクランプさんがイメージできたらいいなと思いましたので、私もそう願っています。多くの方にこの作品を様々な角度から楽しんでいただければ幸いです。そしてプロデュースのオファーを受けたクランプさんもびっくり。今までにない表情パフォーマンスのギフトとは違う、羽生が思い描くもう一つの絵本のギフトが正しく皆様にお届けできればと願っております。戦術の通り、累計販売部数が1億部を突破した、クランプは無数の人々に向けた啓蒙漫画です。東京、バビロン、魔法の騎士、カードキャプター桜など、多くの人の青春に寄り添ってきた彼らの作品。彼らの作品の最大の特徴は、華麗なキャラクターを数多く生み出しながら、華麗に完璧なフォルムを追求していることです。美しい画風、美しいアイスパフォーマンス、華やかな羽生結弦。これにより、人々は羽生結弦に適用される、新しい種類の視覚効果を楽しみにしています。クランプの教師の何人かは、羽生結弦のファンであることは言及する価値があります。私のソーシャルメディアのホームページセクションでは、羽生についても非常に頻繁に言及しています。例えば、クランプ猫椿さんは、昨年、クランプのメインライターである、モコナさんの、ハッピーバースデーを描いてくれました。夢の輪を破るコラボレーションで、どんなビジュアルの共演が生まれるのか、誰もが楽しみにしている。今回はやっぱり、一番漫画家らしい人が、漫画の世界に入っていきます。